ではクロノクロス続きやっていこうと思います。今回はね、影霧の森ですね。ここを抜けて、でここにあるこれね、ヘビ骨館、ヘビ骨館に入るということでね、この影霧の森に依頼を受けてましたね。あのスラッシュっていうね、人が行方不明になっちゃったから探してって言われてて、でここにいるんじゃないかということでやっていくことになります。なんかいるんだけど、うおー、ゲームモンスターだったのね。久しぶりにまたねこのゲームをやるんですが、頑張っていこうと思います。いいねいいね。パーティーはね今回はね、あのムーン講習録キットでいきます。はい、なんかさ、キットさ、なんかスティール、なんか物が盗めるらしいんだけど、それってどこで使うんだろう。あ、倒した倒した、イエーイ。戦闘してね、ステータス上げていかないとだね、こんな感じで。よし、君は何、これは何？ぽよぽよしてる。あ、こっちでいいのかしら。君はモンスターかな？よし。ちゃんとね、あのアイテムを回収しながらやっていきましょう。痛い。お、いいね。BGM いいよね、このゲームね。さすが、この辺はあのクロノトリガーをしっかり引き継いでるというか。ありがとうございます。でもあれかな、あのやっぱなんかクロノトリガーよりもさ、なんか評価が低いってあの聞いてたから、まあ、今回ねこうあのリマスターっていうか移植されてね、いろいろなんか操作周りがやりやすくなったらしいから。で、あ、なんだなんだなんだ、あなたがスラッシュ、俺の歌を聴け、ハン、お前のすべて。なんかあのぽよぽよしてるやつ顔があるな。クソ、やっぱダメか。こんにちは。ああ、や、ああ、奥の方に行かれてしまった。君とは戦えるのかい。なんか音鳴るけど、グニュグニって。まあ、こう移植剤でさ、操作周りが変わる前は、すごいやりづらかったのかな、このゲーム。アップリフト。よし。なんかこういうなんか倍速とかもなさそうだもんね。私もね、FF9 楽しかったけどね、多分あの倍速とかああいうのがなかったらね、多分心折れてたと思うわ。そんな感じなのかしら、クロノクロスも。でもなんかストーリーいいらしいからね、めっちゃ楽しみ。よし、ありがとうございました。最近はねちょっとね、巷の評価が低かったゲームをね、実際に自分でやってみたいなっていろいろ思ってて、で、今ね、テイルズのゼスティリアもやってるんですけれども、あ、ゼスティリアはまあいろいろ感じるところがあるなって感じですかね。さてさてさて。あ、なんか、あ、またいるわ、スラッシュ。くそ、こいつら。うさぎみたいな。あのさ、ドラクエのなんか、ヌスッとウサギの手足が長くなったバージョンみたいな、伝わるかな。そんな感じで、赤い実が鳴ってる。え、食えないんですか、これ。
こんにちは。よし、じゃあやっていこう。出るかな。あ、ね、おお、ああ、ちょ、めっちゃスラッシュだけ攻撃するやん。ちょっと、さて、チュー、あ、やばい、ちょ、何気にワンちゃん HP やばいな、これ。回復かな。ヒール、何これ、ポヨシュリューってかわいい。いけポヨあ、スティール、こいつ使えるかな。盗むでしょ。時短よ、時短。おい、ポシュル大丈夫かな。ポシュルが一番 HP 高いっていうね。当たんねえ、当たんねえ。ピットあれか、エレメントで攻めてった方がいいのかしらね、これは。倒れろ。おお、あと一匹。エレメント、あ、なんかフィールドの概念がいまいちね、まだよく分かっていないのだが。いや、そうさ、緑だよね。何、青は赤に強いとかそんな感じなのかな。お、新たな成長段階、ありがとうございます。なんだあいつは。本当だね、こっち側行ったけど、え、どうやって降りるのかな。ん、ここから降りられないから、どっち、あ、こっち行って、これ緑の実、これなんだろう。え、なんかハマったんだけど、ちょ、ポシュル邪魔ポシュル、あ、よかった。こっち側に行ったよね。あれ、なんか変なアイコンついてる。なんだこれ、左下の。あんま気にしなくていいかな。あ、またいたよ。あんたらか。てめえ助けてやったんだ。お礼ぐらい言ったらどうだ。あ、そうです、そうです。僕を仲間に入れてくれないか。誰なんだ、てめえは。うん、そういえば、テルミナで張り紙があったな。妹がいる。へえ。それはそうと、僕を仲間に入れてくれればいいことを教えてやるよ。あ、まあ、断る義理がないので、意味もないので入れます。お、大人の男性かな、スラッシュ。黄昏の銀融詩人。え、
聞かない、遠慮しとく。どうしよう。じゃあ、どうせなら初めてだし。あ、聞かないにしちゃった。なんだ、そうかい。そんなことはいいか、情報を教えろ。ヘビ骨館へ行くには、この先の木のうろから地下水脈に入っていくんだけど、モンスターが道を塞いでいる。あいつをどかすには、そこにいるモンスターを連れて行けばいいらしいんだけど、どうやって連れて行くのかわからなかった。でもここで朽ちたやつの手記を見つけた。それによると、好物の餌で、おびき寄せるとある。この森にある植物のことだろう。ああ、なんかさっきの赤い実とか、それかな。餌となる植物は何かの香りで体にまとわりつく。子モンスターは全部で3匹。それぞれ好物の餌が違うそうだ。僕はテルミナの港に停泊しているから、連れて行くときはいつでも行ってくれ。ということだ。あ、よし、じゃあ行こうぜ。あ、おい、待ってくれ。じゃあ、スラッシュが仲間になりました。どうしよう、これ、連れてた方がいいのかな。でもなんか、あ、妹いるって言ってたからな。連れてくか。じゃあ、ごめん、ちょっとポシュルは控えです。はい。よし。いやね、なんか個人的にポシュル入れたいんだよな。唯一主人公と一緒にいた子じゃん。古ぼけた手記がある。読んでみます。道を探すモンスターを起こすには、まず、香り袋を身につけてこの森の植物を調べるべし。すると香りに惹かれてついてくる植物がある。そして、そのついてくる植物を食べるモンスターがあるので、そのモンスターを誘導して道を塞ぐモンスターのところまで連れて行けばよい。一度起こせば後は倒すだけなのだが、反対に俺が倒されてしまった。せめて後にこの道を通る人のためにこの食器を残す。一つだけ違う骨が混ざっているようだ。じゃあ拾ってみる。お、怒った肩甲骨。スカール。そう、僕はいつも何かに怒ってたんだ。でもそれは才能のない自分に対してだったのかもしれない。いつもみんなに笑われたり怒られたり、本当に自分が嫌になってばかり。あ、ごめんよ、つまんない話しちまって。おお、お前の一部見つけたぞ。あ、香り袋ね。はい。こいつ結局何なんだ、こいつ。顔がついてるけど。あ、君を取り除かないとダメなんだね。これもなんか、ポワーってなってる。なんだこれ。あ、ついてきてる。なんだよ、こいつ。ちょ、邪魔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 。あれ、来なくなっちゃったぞ。なんかさ、赤い実とかあったと思うんですけれども、あれポフってやるとなんか、あ、こいつの好物らしくってついてくるっぽいんですよね。で、それを誘導してあげ、あ、やばい、ああ、やば、あ、なるほどね。で、食べちゃったらダメなのか。食べられないように、まあ、ちょうどいい間合いを取りつつってことか。わ、これ大変じゃない？ちょっと。あ、ミニゲームがちょっと難しいよね、このゲームね。あ、私にとってはもう、あ、なんか、あ、いるわ、いるわ。お前、途中、お前何仲良くやってんだよ。仲良しかよ。おい、あるぞ、実あるぞ。来い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 。あ、やばい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 。ちょっと待って。ねえ、このぽよぽよのやつ邪魔なんだけど、くっそ。あ、よしよしよし。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 来い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 。で、これを、このモンスターに、ぶつけてあげればいいのかな。あ、ちょ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 、帰ったらダメ、帰ったらダメ、帰ったらダメ。ありますよ。身あります、身あります、身あります。おい、こっち来い。あ、食べちゃった、もしかして君。食べちゃった。お、いけ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 。これを起こせばいいのだね。あ、そうなんだけど、おい、おい、お前こっち来い、こっち。しょうがねえ。まあ、近くにあるか、取ってくるか、また。ワープしないよね。自分のいたところに。よし、これ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 。これを、
これをここにぶつければいいのかい？おい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 、こっちだよこっちだ。ちょちょちょ、帰ったらダメ、帰ったらダメ、帰ったらダメ。いや、ありますあります、身あります身あります。おい、また食ったぞこいつ。ね、なんなんほんま。ねえ、もぐ言うて。はいはいはい、ありますよありますよ。はい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 。おっ、おいし、あれ、あ、よし、これを倒さないと先に進めないよ。あー、ようやく来た。え、しようしよう、これあげるから許して許して。お、フレームメメントの森、さらばさらば。ちっちゃくなっちゃった。あ、じゃあなんだ、母性なのかなって思ったんだけど、やらないでいけたな。竜騎士の男。ちょちょ、早い早い。ボタン押してないけど勝手に進んじゃった。あ、アカシア竜騎士団指定の人、ゾア。ほう、お前はムーン、面白い。我らに勝つことができればここを通してやろう。はい、ライカーさんのひょろいのからやるかな。またあいつらなんだな、強いから嫌なんだな。おい、お前なんかすごいエレメント持ってないのかなんだな。はい隊長、すごいエレメント持ってきたであります。召喚エレメントであります。召喚だと。おお、なんかすごそうなんだな、早速やってみるんだな。あ、ゴーレム。あ、何も起きないんだな、どうしたんだな。あ、忘れていたであります。召喚エレメントはフィールド属性色が全部同じ色にならないと使えなかったのであります。ふん、スカだったんだな。だったら全部同じ色にしてもう一回使ってみればいいんだな。この戦闘では二度と使えないのであります。マイカーズおバカちゃんやな。お前にはもう期待しないんだな。コントは終わったか。ライカーズ、ひょろいのから行こうかな。あ、エレメントいけるか。ヒール、ダッシュ切り、エア操作。せっかくだからね、ちょっといろんな魔法を使ってみたいところですね。もうクロース。おお、デバフ。ニードル、なんか持ってた。どう？おお、強い。シュガール、どうしよう、どっち行こうかな。属性黄色、どっちも黄色なんだね。黄色ってもしかして緑に弱かったりする？なんかめっちゃダメージ入ったけど。ほいほい、はい、マッスル、マッスル、マッスル。あ、こいつ厄介だよな、早めにほふりたいよな。リーフ、はいはい、どう？おお、ダメージ入る、いいね。いたた。黄色は何属性に強いんだろう。はい、ちょ、なんかどうせだったらスティール、どっち、なんかこっちが親玉だよね。ちょっとこっちか、ちょっと盗めるかどうか。おお、ナイス、ニーパッド。よし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 、ペンメントちょっと、お前だけだ。
リズムブレイクって何？愛用のギターを敵に叩きつける。使ってみよう。あんまり効かないね。ドラゴンライド、おー、さすが竜騎士。フィールダッシュ切り、これなんかさ、一回使ったエレメントって二度と使えなくなるん、どうなのかな。ダッシュ切り、お、ええやん。スティールももう使えないね。どう？お、いいですね。倒れんな。回復はいっか。お、やった、ありがとうございます。ちなみに控えメンバーには経験値入ったりするのかしらね。ありがとうございます。グフ、約束だ、ここを通るがよい。また会おう。ありがとうございました。宝箱が、あ、ヒール助かる。ここにも宝箱があるぞ。ボマー、あれ、先に行けないんだが、あれ、え、どこ。あ、こっだろう。あー、なんか虫が湧き出てる、気持ち悪い。これどうやって取るんだ。これ取りたいな。水の流れを止めなきゃいけないとかか。これで、ね、これを塞いでやれば、お、ええやん。これであの気持ち悪い虫出てこなくなるかな。あ、そうだ、ね、サブイベントがあるので一回戻ろうかなと思うんですけれども、じゃあちょっと今回はここまでにしておこうかな。あれ、ダメだ、まだなんかやんないといけないのか。これはあの宝箱取りたいんだけどなー。ないか、じゃあ、次回、サブイベント見てですね、一回ね、街に戻んないとダメなんですよね、テルミナの街に。はい。なので、そこからね、やっていこうと思います。お疲れ様でした。